さあその手に魔法を。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 リアクション OK、 よーいスタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。DJI ポケット2が発売されました。作例を通して徹底的に紹介したいと思います。こちらが届いた商品となっております。はい、こちらです。こちらがですね、 DJI 音のポケットなので、箱も少し小さくなっておりますね。開けていきたいと思います。はい、で開け方がですね、音のポケットの場合は普通に開く、こちらこう開けるという。はい、本体入っておりました。おお、ああちょっとケースが異なりますね。オゾポケットは2018年の12月15日に発売されまして、今年2020年10月31日に2が発売されました。オズモというですね、単語は残念ながら消えてしまいましたが、正式な後継機種となっております。ただそれでもですね、5万くらいするんですよ。じゃあなぜ乗り換えをしたかというと、まず4つのポイントでもうこれは乗り換えるべきだなと。まず1つ目、画面が明るくなったところ。明るく撮れるということは綺麗に映るんですよ。2つ目、広角になった。かなり大きく撮れます。続きまして3つ目、ズーム機能ができる。はい、あーもうちょっとアップで欲しいな。こういうと近づけなければダメなんですよ。本体でズームすることができます。価格をですねその場で変えることができるのはかなりメリット。はい、そして4つ目、音声が進化したところ。マイクがこちらにですね2個搭載しておりましたが、今回はなんと4つ。ホームページに素晴らしさがわかる動画があるんですが、概要欄に貼っておきます。見てください。ちゃんとね画面を見たら、あ右から来たな左から来たなっていうのが分かるし、特にイヤホンをつけた状態で聞くともうすごい。これもちょっと購入の決め手になりました。こちらはですね新機種で、こちらが旧機種なんですが、見た感じちょっとこちらの方がですね大きくなっておりますね。続いて新ケースですね。こちらスマートフォンと接続するこれなんですけども、ここにね、ここに今ついてるんですけども落ちないんですよ。なので、例えば今はジョイスティックをつけておりますが、こいつはここに収納して、これで収納できたので、このケースすごくいいなと思いました。まずポケットということで、これくらいのサイズですね。ポケットに入ってしまう。はい、ポケットに簡単に入ります。そしてすぐ出せる、ここが素晴らしいところです。そして小さいからこそ動ける機動性。ハリウッド映画みたいに滑らかな映像が手軽に撮れる。またですね、観光スポットに行ってもスマートフォンで撮影している人と同じくらい、そこまで視線を集めない、この小さいがゆえの強さ。はい、ではですね、こっからですね、新機種の特徴機能をですね、作例を通して徹底的に見ていきたいと思います。ぜひご参考ください。はい、というわけでですね、撮影してきました。SD カード読み込み不可ということで、録画が全くできませんでした。というわけで、比較映像は出せなかったのですが、DJI ポケット2のですね、作例を交えて撮ってみました。
まずはズームですね。 4K 動画に関しては2倍までズームすることができます。まあ、ただですね、実際ズーム使ってみたんですが、やっぱ画質ちょっと荒くなっちゃうかなと思いました。まあ、時と場合によっては使いたいと思いますが、まあ、でもこういった選択肢があることによって使い方の幅が広がるので重宝するかと思います。続いてスローモーションですね。前作の音のポケットでもこの4倍スローモーションというものが使えまして、これがですね本当に映画だなって実際に見て思いました。で今回ですね、さらにすごい2倍増えまして8倍のスローモーションというものが使えます。こちらがですね、8倍となっております。素晴らしいですね。アクティブトラック 3.0。 前回もですねアクティブトラックがあったのですが、今回は 3.0 バージョンということで、アクティブトラック 3.0 被写体を自動追跡してくれます。例えば、まあ、撮影現場で一人で撮っても顔をですある程度の範囲までは追ってくれますので、仮想カメラマンがあたかもいるような映像が撮れます。で 3.0、はい、どこが違うのかと言いますと、被写体の追尾機能が向上されたということですね。あとこちら注意点としましては、最大の 60p だとトラッキングモード使えないのでご注意ください。ただやっぱカメラからですね顔が認識されないとそこで止まっちゃいますので、ある程度コツはいりますが、多少の動きに関しては追ってくれます。続きまして、没入感あふれる音響、新たに開発されました DJI マトリックスステレオ技術。はい、こちらはですね鮮明でクリア、まるでその場にいるような音響効果を再現してくれます。ではどうぞ。音声テストです。音声テストです。はい、今後ろに回り込みました。後ろに回り込みました。そして正面に来ます。このリアルな音声届いておりますでしょうか。はい、ヘッドホンで聞くとかなり声がリアルに聞こえるかと思います。ちょっとやってみたのでぜひご覧ください。はい、こちらです。 24p です。はい、こちらが、普通の画質となっております。そしてこれに、美肌効果を入れる。はい、でこちらで、美肌効果、あと小顔効果を入れますとこういった形になります。はい、どうでしょうか。顔の輪郭がなんかシャープになっている気がします。はい、こちらですね細かい設定で顔の輪郭、顔の明るさですとか色味ですとかを細かく調整できます。続きまして、タイムラプスとハイパーラプス。今回はですねハイパーラプスをご覧ください。今回監督が購入したものはですね通常版の商品となっております。三脚マウント、これとても便利なんですよ。今までの監督はですね別に買ったオプションパーツをつけて使っておりました。で今回に関してはですねこれカパッと外せまして、つけることによってもう三脚すぐつけます。今つけているのはですねミニ三脚というものなんですが、普通のですね大きな三脚も穴は同じですので、こちらにつけることもできます。まあ、これすごくありがたいです。こちらはですねカメラの方向、そしてズーム機能が使えます。続きまして静止画ですね。写真を撮る方かなりですね有効画素数が上がっております。かなり上がっております。
監督はですね、基本パソコンで取り込んで編集するので使えませんが、DJI のアプリでですね、AI が自動的にその素材をですね、ピックアップして編集してくれます。AI 編集、ストーリーモードというものもありますので、編集が苦手な方はですね、無料で使うことができます。はい、ではですね、本体の価格、税込で 49,500 円となっております。まあ、高いか安いかで言いますと、まあ、ある程度するのですが、まあ、5万あればもう優秀だと思います。もう一つですね、お金に余裕がある方はこのクリエイターコンボかなりおすすめかと思います。69,400円と少しお値段が張るのですが、本体プラスですね、ワイヤレスマイク、さらに広角にできる広角レンズというものもですね、付属されております。この監督ラボでですね、ガジェットレビュー、映画レビューとですね、いろんなジャンルの動画、いいものだけを厳選して動画として出しておりますので、もし興味がある方はチャンネル登録して、他の動画もぜひ見ていただければなと思っております。特にですね、編集に力を入れております。